好きなサッカー YouTuber を語ろうということでございまして、はい、まあ、いろんなサッカー YouTuber の方ね、もう YouTube 内にいらっしゃいますけども、うん、まあ我々は好きなんで、サッカー YouTuber の方が好きですね。そうですね。でまあその中でも、まあ例えばプレイをこう、あのリゼムさんとかね、牧ひかさんとか、あの梅ちゃんさんとか、まあそっち系の方ではなく、今回は、まあ情報とかね、プレミア、我々一応プレミア中心のチャンネルなんで、まあプレミアリーグとかのチャンネル、まあ情報をよく、出されているサッカー系のまあYouTuber の方を、まあ、ただ我々があの好きなことを好きなところをまあ言っていくというだけのね、はい、おじさん2人が、ただ褒めるだけの時間となっております。レオザンチじゃないんですか？なんでなんすか？僕だって先輩ですからね。それで言うとそっか、そうですよ、ね、僕逆にそのレオさんを知ってて後々聞いたら、はいはい、あ、芸人やられてたんやみたいな側やったんで、もちろんレオさんもね、ちょっといろいろ紹介させていただきながらやっていこうと思いますので、はい、お付き合いよろしくお願いします。さあ、まずナフィケンですね。まず僕ら大好きナフィケンフット。そうですね。まあ僕はもう、あ、ナフィが後輩というのも あったんで、もともと大阪時代の後輩やったんで、はい、あのそれでまあ知り合いというのはあるんですが、うん、まあ、おもろいっすね。おもろいですね。シンプルに。やっぱその、なんていうんすかね、やっぱ芸人やったから、そのナフィが、うん、はい、そのまあ、この企画とかもそうですけど、はい、この現地にまず行くという、はい、うん、そのバイタリティね、はい、でまあナフィのやっぱ企画面白いし、うん、ボケも面白いし、はい、でその現地に突してこの現地の方のリアルな声を聞けるっていう、うんうん、まあ、これやっぱ楽しいとこですよね。し、この戦争を終わらせるシャンクスずらした動画は最高におもろかったです。くだらなさすぎて。いややっぱね、はい、ね、前もちょっと言ったんですけどね、はい、まあ、ナフィがおもろいのは僕からしたらもう知ってることやったんであれなんですけど、はい、うんうん、まあ、橋健君のね、うん、やっぱスキルが高すぎるっていう。いや僕それ、ね、やっぱ改めてこの一番伸びてる三笘の動画、はいはいはい、の三笘の T ってナフィがやったじゃないですか、はいはいはい、どこから抜いとんねんみたいな、はいはいはい、その、あ、それ T だけで気づけたんや、一応イニシャルなのとか、それね、ほんまね、能力が高すぎるんですよ。あそこの僕、ショート瞬発力ないタイプなんで、いやいやいや、そのなんかその自分のペースというか、その、はいはい、お決まりのやつはパッパッパッって喋れるんですけど、うん、ペース乱された瞬間、狼狽するタイプなんでガチガチ台本ガチガチ台本タイプね。そう、だから、あ、その、うん、あ、津田さんとかもそうですけど、橋健とかもその、いやいやいや、合わせれんの。いや、橋健はもう僕よりすごいっすよ。いや、それはマジ、マジで、いや、ほんまにそれもう分かんないっすけど、でも少なくとも芸人じゃないのに、いや、マジでそこまで突っ込めんの大阪恐るべし大阪の底力やな。学校の先生したと思ったらね。いや、だからそこの、まあ、もちろんね、もうご存知と、ナフィケンフット好きな方もね、はい、うん、さんこれ見ていただいてると思うんで、うん、だからそのサッカーの情報は結構ね、いろんな方やられてるんですけど、うん、はい、やっぱ彼らはいろんなボケとか、あと面白ワードで突っ込んだりとか、うん、そのね、おしゃれなんだね、はい、2人とも、はい、あの服とかユニフォーム、うん、現地のちょっと古着屋さんとか行って、うん、みたいなのも面白いので、はい、そこら辺もね、やっぱ僕大好きなところなんで。細遠藤渡る、細遠藤渡るさ延長するやんそこなんかリテラシーがやっぱもうちょっとないのも思う、あ、行くそこみたいなのもやっぱね、僕も大好きっすね。僕はやっぱこうできないんで、こういうことが。いや、僕もね一番なんかさ、サッカー YouTube なんですけど一番お笑いに近い、うん、いやー、すごいっすね。おもろいチャンネルやなっていうところで大好きですね。ぜひね、はい、もちろんチャンネル登録してると思いますが、はい、まだしてない方は、ね、はい、見ていただきたいなというチャンネルでございます。まあ、あとは、うん、コラボしてもらったでいうと、まあ、IG 君もね、 IG 君ね、面白いし、うん、でとにかくね、まあ、お会いして思ったのが本当にいい人、いい人、いや、ほんまにね、もう言って我々みたいなこのね、うん、雑魚チャンネルにねわざわざ会わなくていいんですよIG 君ぐらいのね、はい、チャンネル登録者数とか再生数あったらね、うん、はい、それわざわざね、その会いに来てくれて、うん、で場所もね、はい、内藤さん借りたとこで、まあね、はい、やって、はい、でもう僕も内藤さんもね、なんかちょっと飲み物ぐらい買わなあかんなと思って、うん、で水とコーヒーとかって、まあ、飲まれるかなと思ってね、まあ、ちょっとだけ買って持って行ったんですよね。なもう先にね、IG 君が到着されて、あ、すみませんって言って、でパッて手元見たらミスタードーナツ持っててね、しかもでっかくでっかいミスターードーナツ持っててアイスコーヒーまで買うてくれてて、で僕のこの水とコーヒー一瞬やっぱ隠したもんもう恥ずかしすぎて
10個ぐらい年下の子にこんな気使わしてっていうね。もうね、だからあのウェイヨーとかやってはりますけど、うん、あもうね、これ完全商売妨害するんですけど、中身めっちゃしっかりした子。でまあ、動画の内容で言うとね、やっぱこう感情でサポーター目線でこうね喋、うん、ってくれるんで、うん、あのユナイテッドのこともそうやし、うん、バルサのこともそうですけど、うん、で結構ねほんまにそこがこうユナサポのね内藤さんもそうだと思うんですけど、うん、言いたいけど、まあ、立場上言えへんこととかもね、うん、もちろんあると思いますし、あその部分を言ってくれるとこもありゃ、あのアスレチックからの引用で、うん、もうちゃんとこうしっかり調べて、しっかり調べて、うん、っていうとこもあって、まあもう言う必要もないぐらいのね、うん、そうですね、感じでございますかね。でちょっと冒頭に言うのを忘れてたんですけど、はい、あのプレちゃんとトークショーはもういいっすよね。僕らが言うまでもなく、ね、みんな見てると思うんで、うん、まあもう、まあ、プレちゃんさんそれこそね、はい、一緒にあの、うん、サッカーさせてもらったりとか、はい、あチャンネルも出てもらったり、りょうくんもね、伊藤くんもとかあるんで、トークショーさんもねたくさん調べられてるチャンネルで、うん、そんな僕らが紹介するまでもないだろう、まあここも僕らが紹介するまでもないだろうですけど、まあすね、ベンさん、まあ、最近やられたという、はい、枠だけで行きたいなと思いますけど、やっぱ難しいことをね、もう分かりやすくね、うん、本当まとめてくれますし、うん、それこそやっぱ現地感覚はやっぱ、うん、まあ、ベンさんが当然ですけど一番、うん、まあ、優れてるんで、それこそグリーンウッド関係とか僕結構勉強させてもらったって感じですね、うん、あのやっぱりネイティブの人がそのグリーンウッドがその彼女さんにちょっと暴行働いてる映像を見ると、その言葉とかもそうし、あれネイティブが見ると結構日本人が翻訳で見るよりきつい印象を受けるみたいなのは、どうしても外国人の僕らではね、その感じようがない部分やったりするんで、ネイティブならではのこう情報発信っていうところは本当大変助かってます。助かりますよね。ほんまにそれこそあのスパーズのあのポステコグルーさんの発言とかのやつも、はい、こう現地のポッドキャストからの引用の、うん、やつとかやってくれたりとか、あとはあの発音とかね、うん、まあ、それこそラッシュフォードやけど、はい、現地ではラッシュフッツ、はい、フォードという発音あんまないんだよとかね、うん、なんかあなんかそんなんちょっとなんか一個賢くなれたな、はい、みたいな感じが我々も勉強になるというかね、まあ、お勉強チャンネルですね、うん、本当にこのチャンネルは、まあ、ペンさんちょっともう異常です、うん、日本語こんだけ上手に喋れて、うん、現地のリアルもちゃんとお伝えしてて、うん、この能力が高すぎて、僕らの上位互換っていうことですか、関西弁で。いやいやいや関西弁だけ勝ってます。関西弁だけ勝ってます。そこ負けたらもう終わりです。それはいや本当にあの勉強させていただいてるという ね、はい、うね、ペンさん大好きなチャンネルですね、はい。でまあもうレオザフットボールさん、レオさんもだってもうね、そのトークショーさんも、はい、プレちゃんさんも言わずもがな、レオさんも言わずもがなんですけど、僕はレオマニ君の切り抜きが好きです。レオザマニアさんの切り抜きを僕よく、まあ、配信もタイミングがあれば聞いてますけど、はいはいはい、僕レオマニ君の切り抜きをよく見てますね。まあ、確かに生配信ね最近されること多いから、はい、切り抜きで のありがたいですよね、うん、一旦自分がこの試合こうやなと思った後、一旦レオさんどう考えてんねんやろって一旦確認しに行きます。サッカー系のこの、うん、まあ、そのプレーじゃなくて、はい、こうね、こう情報とか、うん、戦術とかいろいろ言う中での、ほんま戦術のもう、うん、第一人者みたいなね、はい、うん、なんかレオさんのやつ言ったら、あそういう事象が起こってるから、うん、こういう結果になったんやとかが非常にこう、うん、僕らみたいな素人でも分かるというかね、はい、うん、いつかだからお会いしてみたいですけどね、うん、それこそもうちょっと頑張ってお笑いでも結果出してね、まあだから切り抜きがこんだけあるっていうのはもう、うん、まあ、語る必要もないかなぐらいの、もう吉本時代全く東京と大阪なのに全然接点なかった感じですか。僕はもう全くないですね、まあ、単純に僕があの大阪でやりだしたくない度、うん、あれだからやめられてるのかな、うん、多分影山の増田さんとかは先輩後輩で、この間もなんかお二人でご飯食べてたとかね、出てましたね、うん、増田くんは逆に今進行があるので、うん、だからなんか3人とかでね、うん、頑張ってこうお会いできるとこまで行きたいなと思いますけどね。まあ、僕もね、そのそれこそずいぶん昔からいろいろお世話になってるんで、ね、記事の企画とかイベントとかでもよく会わせてもらってて、うん、最近もちょこちょこ LINE したりとか、うん、ブライトの新監督やばいっすねとか、あちょっと雑談ラインもしたりして、まあ、ここももう言う必要ないぐらいのもうね、はいはい、切り抜きがね、本当わかりやすくて、はい、大好きですというところでございますね、はい、ございます、うん、でまあサッカーキング、まあここも言わずもがなんですかね、言わずもがですね。僕だからそう大阪で、ね、こうずっとやってたんですけど、はい、仕事の芸人を、うん、でこっち来る仕事とかたまにあったんですよ、この、はい、大阪時代の時に東京で仕事みたいなたまにあったんですけど、うん、
時とかにも言ってましたし、うん、上京してやりたいことのアンケートでも言ってましたけど、はい、何の番組出たいですかとか要はあるんですけど、はい、ずっとあのサッカーキングの YouTube チャンネルに出たいですって言い続けてたんで、それぐらいやっぱ好きで。いいっすか、無冠の優とか言われてますけど大丈夫ですか。これ小松さんが喋ってたんで大丈夫です。スパサポの小松さんが喋ってたんでさ、全然大丈夫です。でこのサッカーキングさんの僕大好きなところは、うん、まあそれこそいろんなねカルチョ班もありゃ、うん、リーガ班もありゃなんですけど、やっぱ J リーグを扱ってくれるというのが僕はすごく嬉しくてですね、うんうん、僕はスパーズとセレッソ大阪が大好きなんですけど、まあセレッソのこととか J リーグのこともですけど J2、J3 のこともいろいろ語られてて本当勉強になるなっていう、うん、勉強チャンネルのうちの一つですね、うん、楽しいですよね。楽しい。でこの西さんのね、うん、月に1回のこのリーグワンの話もいいんですよ。いいっすよね。西さん好きなんですよ。声がめっちゃ好きなんですよね。まあね、そのプレミアばっかり見てるとそんな聞くタイミングがないですけど、うん、まあ、リーグワンとかを見ると、まあ、聞けるというところで、だからカカロリの菅谷くんが出てて、うん、はい、初めておった時、はい、あのサッカーキング見たでとかバラエティとかよりもそっちがあれすげえ羨ましかったわとか言うぐらいサッカーキングさんもずっとお世話になってる、うん、見させていただいてるチャンネルですね。確かに、うん、はい、あの宣伝です。あ、宣伝、急に宣伝です。急に自分のチャンネルです。これはでもどういうチャンネルなんですか、これは。これはですね。急に一応7年ぐらいプレミアのイベントをやってて、うん、で最近直近 3,4 ヶ月ぐらいからもイベントの動画をまるまるそのままフル動画を載せてるっていうチャンネルです。プレミアパブチャンネルですね、内藤さんのね。プレちゃんが来てくれた時、加瀬谷さんが来てくれた時、野村さん、加瀬谷さんが来てくれた時とかもうほぼ、あとたまに僕がライブ配信とかもたまにノリでやってるんですけど、まあ基本はまあイベントの動画載せてるチャンネルっていう感じですかね。だからここでまあ見れますけど、やっぱり野村さんとか、うん、加瀬谷さんとか、うん、それこそプレちゃんさんとかのリアルで会えるライブの運営もされてたりするんで、まあ、ラジオ的に楽しみたい人は YouTube で、まあ、実際の交流を試したい人はイレアのイベントに来てくださいっていう感じでやってる感じですかね、うん、ぜひチャンネル登録も、ね、はい、チャンネルもお願いします。全チャンネルチャンネル登録お願いします。あとはですね、はい、その最近まだ見つけたところなんですけど、うん、このチャンネル分かりやすいですよね。コウタさんね、コウタさん関西イベントでいい声されてはって、うん、なんかほんまにあの関西人なんで、うん、まあ、内藤さんはエセですけど、いや誰がエセや。いやですよ、誰がエセや。いやで関西弁感を出そうとしてました。あれがエセ、エセや。いやで関西弁感今ね。言われるほど衛生感が増していく。最悪やん。いや、まあ、冗談ですよ。で、多分関西の方なんかなって、全く僕知らないですけど、僕も本当に知らないですけど、内容がすごく面白くて、編集が綺麗、とにかく、ね、めっちゃ見やすいです、ね、なんか僕その今まで見てきた中で一番編集頑張ってるのはプレちゃんやなと思ってます。編集の綺麗さ、分かりやすさ、ね、中でもその方向性は違うんですけど、うん、編集がね綺麗なんです。美しいなと思いました。だからもう、まあ、ほんま情報も面白いですし、うん、なんかそれこそ、ね、はい、我々ね一応吉本が噛んでおりますのでこうね、はい、あの肖像的なやつ全く使えないですよね、はい、だから毎回サムネがねもうおっさん2人がしてるのとか、まあ、データちょっと出すしかできないっていう、はい、まあ、ちょっとあるんですけど非常に分かりやすく、そうですね、映像とかも撮られてますし、うんうん、いや綺麗な、ね、編集されてるのこの、うん、この違いですよ。この後にちょっとガッなんか僕らの一覧見せる。サムネが文字とおっさん二人。ようほんま見ていただいてますね。ありがとうございます。大体ねもうサムネでクリック率決まるって言われてる中でね。もう大体こんなやつ。そうそう。おじさんが何かをして。っていう、いや本当にね、うん、羨ましい。ああいうのは見てて見やすいし、はい、綺麗でなって思いますけど、まあでも本当、うん、いろいろねその今紹介しきれなかった以外にもいっぱいいろんな欧州系の、ね、サッカーチャンネル増えてるんで、うん、もしコメント欄でここも今また1000人ぐらいやけどおすすめですよとか、ね、うん、あればね、そうですね、だからそれこそあの尺がねこれ決まってるから大体これぐらい言ってますけど、うん、はい、本当はもっと見てる方もいらっしゃるんですけど、はい、また、まあ、のこんな人もいいですよとか、うん、おすすめがあればコメントしていただいたりとか、はい、全然お世辞でサッカー語らせやが一番面白いよっていうコメントもお世辞でも募集しますんで、お世辞やなまだな。それは言ってながら僕もお世辞やけどって2回保険貼ってまいりましたから。いや嬉しい、
ほんまでそういうコメントとかしてたみたいな、最近でもちょこちょこ補正でもいただけるようになってきて、確かに、ね、すごいもうモチベーションに励みになるなっていうところですけども、うんね、ぜひぜひ皆様、はい、まあ、もちろん今今日紹介させていただいた、はい、チャンネルも登録してるとは思いますが、はい、まあ、知ってない方がいらっしゃったら本当にめちゃめちゃ面白い全部チャンネルなんで、はいはい、チャンネル登録していきまして、まあ、なんかおこぼれでね、たまたまこれ、うん、この動画初めてこのチャンネル見に来ましたよっていう方はなんかね、いろんなタブレットで5つぐらいチャンネル登録していただきましたら一気に5人増えますから、ね、そんなことしないと我々まだ進んでいけないですから、頑張って頑張ってやっていきましょう、とりあえず今月3000人、3000人目標で地道にやっていきましょう、はい、はい、ということでございまして、はい、いいねチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。うん、追加撮影なんですけど、追加で、はいはい、別日で追加で撮ってるんですけど、うん、はい、好きなサッカー YouTuber 動画、はい、はい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 、イベントまで読んだ大好きな YouTuber を入れるのを忘れてまして、何してるんですか人間ですかそれでもあなた信じられませんよ。めちゃくちゃ一緒にサッカー見たりしてるぐらいめっちゃ仲いい、もう普通にナフィケンフットと同じぐらい大好きなチャンネル入れるの忘れてました、はい、大ミス誰ですかちょっと、はい、タイタイ FC です。タイタイ FC さんね、プレイヤー寄りの目線で、うん、めっちゃプレミアリーグ長く見てて詳しいとかではなくてサッカー詳しい人、うん、はい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 、でじゃあレオザフットボールさんほど戦術戦術っていうよりか結構そのプレイヤー目線で結構語るのが得意なチャンネルで、それこそここのスタジアムはピッチサイズが小さいからマンマークはまりやすいとか、結構タイタイが結構その埼玉ね結構高いレベルでサッカーやってたんで、自分が結構行ったのはピッチサイズ確認するみたいな、そういう選手目線で語るのがおもろいのと、うまいのと、まずワード選手特有の端的にこの状態を言い表す言葉がすごいうまいな、うん、言語能力が高いですね。で結構まあね、遠藤とか久保とか三笘の動画で結構伸びてるチャンネル、日本人の海外で活躍する選手、ね、そうですね、うん、もうイベントやったらプレミアパブで1日で速完しました、うん、すごいな、もう大人気チャンネルを言うのを忘れていました。すいません、タイタイ吉さん。タイタイ、宇治の内藤が。もっともごめん。ちゃんと思い出して、小声で僕に、ちょっとだけ追加でいいですかって言ってたんですから、もう。これを入れずに、動画出せなかったの、ね、これ撮った1週間前やのに、まだ、その、いやいや動画出せなかったの、僕が、1個重要なチャンネルの忘れてたで。いやいや、まあ、でも、ほんまに、はい、なんか、めっちゃ言うんですよね。ほんまに思う。はい、結構僕ら思いつきでこうやってるとこもあるんで、はいはい、ほんまにみんな皆さん尊敬してて大好きなんですけど、はいはい、忘れてたということ、はい、これ追加でね、思いつき一発撮りの良くないところが出ました。だいたい編集してね皆さん、はい、僕ら一発撮りで、ほぼ無編集ほぼ無編集で効率をねやってますから、ね、無修正動画やってますんで、いやいや言い方良くないでしょ親とかも見てるんですよ私も、やめてください。まあ、ちょっと大体吉さんも、はい、追加というか、はい、追加という言い方もしてもちょっと、はい、忘れてたということでございます。失礼しております。はい、すみません。失礼しました。はい、というわけで以上でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。